おかえりなさい。大丈夫ですよ。何でしょうか。人間さん、隠してることなんて何もないですよ。そうですよ。隠してることなんて何も。もう人間さん、冗談はダメですよ。それでどうかしたんですか？それは、じゃあ全部知っているんですね。そうですか。確かに今の私は持病のせいで寝込んでいるわけじゃありません。今の私を失って黒い動物に変わってしまいます。でも人間さん、これだけは信じてください。私は絶対に人間さんを襲ったりしません。無理やりテクノフォースを取ったりもしません。なんとかなりますから、安心してください。よろしくお願いします。すみません。暇だったので、食器は洗っておきました。食器にこびりつくと、後から大変ですから。いえ、人間さんに任せっきりなのは申し訳ないですから。そうですね。お風呂に入ってきますね。大丈夫ですよ。お風呂に入ったらすっきりしますし、楽になると思います。あ、それなら私が。お風呂を洗うぐらいできますよ。それに、結局濡れるので大丈夫です。それじゃあ、お風呂を洗ってきますね。俺も行くって、一緒に入るってことですか？行くじゃない？お風呂場で行くだなんて、エッチです。
ませんでした。人間さんは泡の出るお風呂が好きだったんですね。それは人間さんが一緒に入るって言ったからで、しかもお風呂で行くだなんて。足を縛って動けなくして、ちょっとでも動いたら溺れちゃうようにして、恥ずかしくても動けない私にエッチないたずらをするつもりなんですね。そんなのダメです。エッチすぎますよ。妄想しすぎて体力が。すみません、よろしくお願いします。人間さん、人間さん、人間さん、
の人間さん。その昨晩はすみませんでした。昨晩のことははっきりと覚えています。私が人間さんにどんなことをしたのかも。いえ、私の中にあるサキュバスとしての本能が人間さんを目の前にして抑えきれなくなったみたいです。もしあの時に人間さんが私から逃げていたら、自我を失っていたと思います。人間さんを襲わないとか、無理やりテクノフォースを奪うことはしないなんて言っておきながら、情けないです。改めてすみませんでした。でも人間さんの初めてを奪っちゃったんですよ。しかも無理やり。申し訳ないって思うに決まってるじゃないですか。渡してくれたじゃないですか。その言っていないことなんですが、テクノフォースを取るためにはエッチなことをしなくてもいいんです。エッチなことはテクノフォースを取る効率がいいだけで、キスとかでも大丈夫なんです。どうしたんですか。人間さんはクズなんかじゃないですよ。あの時だって私のことを考えて抵抗してくれたじゃないですか。とっても優しい人ですよ。その本当に言っていたわけじゃなくて、私がそう感じただけなんですけど。むしろ私の方が気をつけないと。人間さんにはしたないなんて思われたくないですから。
はい？え？旅行ですか？人間さん。でも本当にいいんですか？旅行ですよ。安いって言ってもお金が。ダメですよ。それは人間さんが一生懸命貯めたお金じゃないですか。ダメです。それなら今から二人でお金を貯めて旅行に行きましょう。本当にいいんですか？どこに行きましょうか？人間さん、聞いてますか？もう、ここです。この温泉に行ってみた。